ドナウベルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、韓区のドナウリース軍に属す大規模軍都市で、同軍の軍庁所在地である。ロマンティック街道沿いの都市であり、観光客も多く訪れる。同時に、リヒテンシュタイン公国のリヒテンシュタイン家の発祥の地でもある。ドナウベルトは、シュバーベン北部、ベルニッツ川、ツーザム川、ケッセル川、シュムッター川が、 ドナウ川に注ぐ河口沿いに位置する。ドーナベルトから約 12km 東でレヒ川がドナウ川に合流する。この都市はシュベービシェアルプが東に突き出した箇所に位置している。近隣の都市としては約4 0キロ南にアウクスブルク、5 0キロ東にインゴル下と2 5キロ北西にネルトリンゲン、8 5キロ北にニュルンベルクが位置している。 ドナウベルトの中心街本市は公式には34の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。集落地理学の見地から見るとドナウベルトは分断された形の都市である。旧市街はベルニッツ側とシレンベルクとの間に押し込まれた形で一致している。このため、 旧市街が引き続き拡大していく可能性は自然条件上わずかでしかなかった。そこで市街地はもっぱら北へベルガーフォアシュタットを経由して伸びっていったのだがここから北はベルククとして分離されている。南はベルニッツ川の分流であるクライナーベルニッツを挟んでリーダーフォアシュタットが旧市街と向かい合う。さらに南のベルニッツ川本流の対岸には バーンホーフスフォアシュタットが一致している。しかし、この市街区は、鉄道路線によりはっきりと境界が引かれている。旧市街の東側には、チルゲスハイマーフォアシュタットという、わずかばかりの市街区が続く。この市街区は、ドナウ川とシェレンベルクとの間に押し込まれるように、存在している。旧市街の南東端のすぐ南側でベルニッツ川とドナウ川が合流する。この南側は、 旧市街の西側同様、単に川を隔てているというだけでなく、この川の氾濫源となる、住むには適さない地域である。この結果、西側にほとんど居住者がおらず、南もアウクスブルク街道沿いにわずかに住居がある。だけで、中核宿はここで終わっている。こうした地理的な条件によりドナウベルトは、その各方面に均等に発展していくという過程を取ることができなかった。 やがて居住地は反乱とは無縁な地区に移っていった。バーンホーフスフォアシュタット西側の線路の北側にノイデック地区、南側にラムベルク地区が形成された。そのさらに南にはリートリンゲン区が設けられ、市内の重要な住宅地区に発展していった。市街区が狭く発展の余地がないことから新たに開発された居住区がパルクシュタットである。パルクシュタットは ジュラ大地の裏に作られた住宅地で第二次世界大戦後に造成されて以後、ドナウベルト市の人口のかなりの部分をこの地区が担っている。パルクシュタットは南北に細長い形をしており、幅は500メートルほどだが、長さは2キロメートル以上ある。パルクシュタットの南東に接してアルフレート・デルプ・カゼルネがあり、その周辺にあたるシェレンベルクの南斜面のドクトル、レッフェラーと通り沿いに、 住宅地がある。この他の地区については、他の多くの都市と同様、これまで述べた地区構造とは空間的に隔たって位置している。正十字架境界遠望手前の川はベルニッツ川。左手のレンガ色の塔は聖母協会の塔である。こうした都市構造の分裂状態は、しかし、この都市の外観に顕著で魅力的な眺めを与えてもいる。 西暦500年頃にはすでに最初の核となる入植地が現在のリートに作られた。955年のレイヒフェルトの戦いに向かう頃、ドナウ川に最初の橋が架けられた。1049年に教皇レオ旧世によって聖十字化修道院が設けられた。この修道院はかつてはマンゴルトシュタイン城に組み込まれていた。1193年に 皇帝ハインリヒ六世によって都市に昇格した。1176年から1266年まで、この都市は帝国霊園として、ホーエンシュタウフェン家が直接統治していたが、1266年にバイエルンクゲのビッテルスバッハ家に七入れされた。ホーエンシュタウフェン家の単頭の和紙は1530年まで、死の紋章に使われていたが、その後相当の帝国和紙に置き換えられた。 1256年、バイエルン公権ライン級中白ルート美ヒ二世は、ヒマリアフォンブラバントをはっきりしない根拠をもとに、貫通罪で斬首した。この悲劇的な事件は現在でも、定期的に芝居の題材に取り上げられる。1301年にこの都市は、帝国直轄の都市、すなわち、帝国自由都市となり、皇帝の直接支配下に置かれた。 バイエルン・ランツ風トコ・ルートビヒ級生のこの町での生活はバイエルン戦争のために失われた。1331年にシュバ・ベン都市同盟が締結された。カール4世は巨額の借金のためにこの都市を債権者に割上しなければならなくなった。我らが聖母教会1444年から1473年に手狭になった聖ウルリヒ教会に代わる。 都市教区教会として、我らが、聖母教会が建設された。1488年にドナウベルトは、シュバーベン同盟に加盟した。宗教改革の時代、この町はプロテスタントを支持した。1606年の聖マルコの日に起きた、いわゆるクロイツ、ウンフォーネンジ・フェクトで、帝国ア派と系となり、バイエルン公マクシミリアン一世によって統治される、担保領地とされた。 マクシミリアン一世による刑の執行は有効な諸権利を侵害した。ドナウベルトはシュバーベン・クライスに属しており、この時代への対応をクライスの長官に委託した。この占領に対する反応が1608年にプロテスタント同盟としてプロテスタント諸公を団結させたのであった。名手はマクシミリアン一世と同族のプファルツ選帝校フリードリヒ4世で、死後は 息子のフリードリヒ5世が後を継ぎ、後の30年戦争で、両者は敵味方に分かれて戦った。1632年、この年は、スウェーデン王グスタフ2世アドルフに占領された。1704年7月2日、ドナウベルト近郊のシェレンベルクで、シェレンベルクの戦いが行われた。オーストリアイギリス連合軍の武将マールバラコー、ジョン・チャーチル及びバーデン・バーデン編脅迫。 ルートビヒビルヘルムが率いる大同盟軍がフランス側のバイエルン軍を打ち破った。この勝利とそれに続くドナウベルト占領によりドナウ防衛戦が完成し、バイエルン戦抵抗、マクシミリアン2世は同盟軍側への干渉を断念した。その後マクシミリアン2世はブレンハイムの戦いで同盟軍に大敗して南ネーデルラントへ逃亡、バイエルンは占領され、 終戦まで解放されなかった。その後ドナウベルトは、バイエルンの田舎町に格下げされ、自治権ばかりか住民の半分をも失った。この損失は19世紀になって、やっと補われた。1940年には、軍独立市の地位も与えられた。第二次世界大戦終戦直前、1945年4月11日と19日の二度に、渡って、 アメリカ軍第8空軍及び第9空軍による空爆を受けた。この攻撃で約300名が死亡した。駅周辺や市中心部はほぼ完全に破壊された。ドナウベルトはビュルツブルグに次いでバイエルン州で2番目に大きな破壊を受けた。1946年に歴史的なライヒス通りの再建が始まった。ドナウベルトは1958年から ドイツ連邦軍の中屯地である。新しい兵舎はカトリック司祭でハンヒトラー運動家のアルフレート・デルプにちなんで命名されている。彼は1945年に人民法廷で死刑宣告を受け処刑された人物である。冷戦終結後の軍備縮小はドナウベルトにも影響を及ぼし、この町にあった戦車砲兵大隊が1990年以後廃止された。 市町村再編に伴い、1971年5月1日に、アウフゼスハイム、ノルトハイム、チルゲスハイムがドナウベルトに併合された。1972年1月1日には、リートリンゲント・ツーズムが、1973年1月1日には、ベルクがこれに続いた。1978年1月1日には、さらに、ベルニッツシュタインとシェフスタルが合併した。 上級市長は、ゆるげんぞれである。彼は2020年3月31日の決選投票で60.91%の支持票を獲得して、対立候補のミハイル・ボッセに勝利して、上級市長に選出された。ドイツオーデンハウス製十字架協会リーダー,ーモン VSC1862、ドナウベルトの女子卓球チームは、1970年代から80年代に、 卓球女子ブンデスリーガでプレーした。このチームは1991年にブンデスリーガから脱退した。道路交通ドナウベルト近郊で連邦道 B2 号線と連邦道 B16 号線及び連邦道 B25 号線が交差する。鉄道ドナウベルトはアウクスブルクからトロイヒトリンゲンやニュルンベルクへの長距離列車とレーゲンスブルクやインゴルシュタットからウルムに至る。 ドナウタール鉄道とが交差する地点にあり、アーレンへ向かうリース鉄道の起点でもある。平日は、アウクスブルクへは半時間ごと、他の方面へは1時間ごとに列車が発着する。週末は2時間ごととなる。ニュルンベルクからインゴルシュタットを経由して、ミュンヘンに至る高速鉄道路線があるため、ドナウベルトを経由するアイスや IC は、わずかしかない。 これに代わるものとして2006年12月10日から、ニュルンベルクからリンダウやオーベルストドルフまでを結ぶ、高速列車アルゴイ・フランケンイコール・エクスプレスが、運行されている。ミュンヘンから、ドナウベルトの区間は、時速200キロメートルアールの走行が許可されているため、しばしば試験運転に用いられている。1984年10月17日に100日 電気機関車は250トンの負荷をかけた特別列車で三照交流誘導電動機車両として当時最速となる時速265キロメートルを記録した公共旅客交通ドナウベルト市内及びドナウリース。軍内の公共旅客交通はドナウリース交通会社が運営している。ドナウベルト市内には3系統の市バス路線があり、いずれもドナウベルト駅のバス停を起点、または 終点としている。2008年4月30日、軍議会はドナウベルトの都市交通に関し、新たな公共旅客交通計画の開始を決議した。ドナウベルトでは、アウクスブルガー企業グループに属す、日刊誌ドナウベルトザイトゥングが刊行されている。同グループ多種との違いは、主に地方面である。ドナウベルトのラジオ放送局は、ドナウベルト、ディリンゲン。 アウクスブルクの一部地方のローカル情報を提供しており、ラジオ RT1 ノルトシュバーベンで放送されている。ありがとうございます。